はい、皆様こんにちは。令和2年国勢調査の丸12、茨城県編です。先日発表された令和2年国勢調査の人口速報集計を受けまして、都道府県別の傾向というものを確認しています。今回は12番目の茨城県編です。で、まあ、店舗開発の仕事をする上で、都道府県という単位はちょっと大雑把すぎるということで、2015年から2020年までの人口の増減を確認しながら、人口と増減率によって、 各都道府県の中にある市や区を分類するということをやっています。その茨城県編です。でまあこれ確認なんですけれども、令和2年の国勢調査人口速報集計によると、日本の人口というのは1億2622万7000人、で2015年に続き人口は減少しているということが報じられました。で、覚えておくべきこととしては、人口の上位8都道府県でもう人口の5割以上が住んでいると。 上位8都道府県に5割以上が集中している、こういう傾向があるということは記憶しておいても良いのではないかということでした。で、上位8都道府県というものが、東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、兵庫県、北海道という順番だったわけです。で、まあ、この、まず上位8都道府県を確認して、その後、9位福岡県、10位静岡県を見てまいりまして、今回は第11位の茨城県です。2868,654人がいるということが分かっております。まあ、ここは を持つ市がありませんので市のででレベルで自治体、体、市役ってありますけど、今回は市だけになりますけどもね、分類をしていくわけですけども、分類をするときに分類をする軸というものを作り置かなければいけないということで、縦と横2つの軸で分類しています。合計4つに分類しています。縦軸が人口の増加と減少、増加しているか減少しているか。横軸が人口そのものがまあ多いのか、相対的に少ないのか、こういう軸で分類します。で、4つのグループに分かれまして、 で、まあ、店舗を開発していくという上では、やはり人口が多くて、しかも人口が増加している自治体というものが、出店の優先順位が高いであろうということで、積極出店 A が右の上です。でそれから、まあ、日本全体で人口が減少しているということを考えると、人口が増加しているというところに価値を置きまして、左の上ですね、相対的に人口は少ないんだけれども、人口が増加している、ここの領域を積極出店 B の自治体としております。で、右の下というのが、出店を全くしないとい というわけではないんでしょうけどもね人口が多いものですからしかしながら増加率を考えるとまあ、減少傾向にあるというところでここは既存店等がある場合は既存店の対策をしっかり講じた上で出店を考えていく必要がある自治体ということでまあ、ここは慎重な出店を要する自治体に分類される、まあ、そのように考えていますで、左の下というのが残るところなんですけども人口が相対的に少なく減少傾向があるというところでここは場合によっては出店を回避するということも想定しなければいけない ここで茨城県の自治体を分類していくんですけれども、自治体と言いましても人口の多いところから少ないところまで非常に数が多くなりますので、人口5万人以上の自治体を対象に分類を行います。それらを人口の総数と2015年からの増減率で分類をしています。で、分類をするときの人口の多い少ない それから人口の増減、増えてる減ってるのをこう分かれ目になる基準をどこに置いているかというと、ここでは人口20万人、それから増加率は0%で区切っております。で、まあ、この区切り方については、 必ずこうでなければいけないというものがあるわけではありません。で、ここでは20万人と0%を用いているに過ぎないということでした。これによりますと、積極出店 A の自治体です。人口が20万人を超えていて、増加率がまあゼロを上回っている0以上を示しているところというものが2つございました。そして、積極出店 b の自治体人口は20万人を下回るものの、5万人以上20万人以下であるものの、増加率が0を上回っているところというものが5つございました。それぞれ見ていきますと、積極出店への自治体という。 まず、つくば市。これは増加率が6.5%です。それから、これは水戸市です。スレスレだったんですけども、0.0%。小数点以下に直しますと0.0%というところですが、戦、ま、場、あ、ということで、こちらは積極出店 A に含めました。つくば市と水戸市。 です。で、増加率の高いのはつくば市ということが分かりました。それから積極出店 B の自治体です。人口が5万人以上で20万人を下回っている。しかしながら増加率がプラスというところが5つありまして、まず4つ。大石田、日立中市、土浦市、上須市、牛久市がまず4つです。そしてもう1つ増加率が高い市があるんですね。増加率が高い市。これが森屋市です。これがプラス5.7%です。 こういう,こう増加率が高い5%を上回っている市が2つあるという。 ことをご記憶しておいても良いのではないかと思います。で、まあ、こちらがエクセルのデータから作りました、まあ、散布図です。横軸が人口、縦軸が増加率、まあ、下に行けば行くほど減少するという。で、0%と20万人で区切っております。積極出店 A がこの水戸市とつくば市。積極出店 B がこちらの5つの自治体です。で、このつくば市と森屋市の増加率が高いということで、この茨城県内の2つの市は記憶をしておいても良いのではないかと思います。面白いところが この右ののの右右下下ですすね慎重にに出店をるるべきととしていいたこの右の下に来る自治体ういった情報をどういうふうに使っていくかということなんですけれども、店舗展開をしていく上でですね、まあ、局地的にどういう場所に出店をするかということ、そういうレベルだけではなくて、ちょっと上のレベルから見た、こういうエリア、市役のレベルで見たときの新しいエリアにこう出店をするべきなのかどうか、未出店領域に出店するべきなのかどうかといったときにですね、 こういう数字を確認する必要があります。それから、ま、出店した場合にですね、1店舗だけでそのエリアの需要を全て満たすということが難しい会社さんも多いのではないかと思います。1店舗を開けた後に2店3店と追加することによって市場カバーされる会社も多い。 そういう会社になってきますと、出店した後にですね、同じ自治体、市役のレベルのエリアの中に何店舗出店していくのか、何店舗出店できるのか、そういったこともこう、重要な決定事項になってまいります。こういったものが決まった上で、それぞれのエリアの中で具体的にどこに店舗をこう、配置していくか、出店していくかというものが、まあ、決まっていくべきものなんですね。それから、未出店のエリアではない、すでに出店済みのエリアの場合も、既存店があった場合、 その既存店をこの後どうしていくのか。こういう手こ入れの作戦がありますね。手こ入れとしてやれることがあると思います。それから、こう、閉店と出店を同時に考えるリロケーションですとか、まあ、役割が終わった店舗を閉店していく。 こういったようなことが考えられると思うんですけども、既存店の対策というものと新規出店をこう同時に考える必要もありまして、こうなった時にやはりそのエリアをどうしていくのか、今後どうしていくのかというエリア戦略というものをどうしても持っておく必要があるであろう。こういったものにですね、こういう人口の速報集計といったようなこうデータというのは不可欠なものなんですね。 というわけで、こういうエリア戦略をこう立てなければならないというようなお立場の方とかですね、こういった内容にご興味のおありの方はですね、弊社までお気軽にお問い合わせいただければというふうに思います。ということで、第11位の茨城県が終わりまして、次回は人口12位の県を取り上げたいと思います。どこでしょうということで、11位の茨城県編を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。